演舞開演。どうも、本日はこちらシャトレーゼのかりんとう饅頭宇治抹茶を食べたいと思います。先日のかりんとう饅頭の中身が宇治抹茶になったということなんでしょうか。相変わらず硬いですね、この手の感覚。しかもちょっと前言わんの忘れてましたけど、ちょっと割と大きめなんですよね、サイズが。なのでやっぱり中身が宇治抹茶になってますね。緑がいいです。いただきます。抹茶がいい味出してますね。おいしい。相変わらず固めで歯ごたえのある生地ですが、宇治抹茶のあんは宇治抹茶の風味はきちんとよく効いていて、先日の黒糖とはまだ黒糖じゃない先日のあんことはまた違った美味しさがありました。宇治抹茶風味のかりんとうというのも食べてみたい気もしますね。こうなってくるとどうかお願いします。どこかのメーカーさん、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。まあ自分で作ればいいんだろう。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。